全長130mm、手のひらに十分収まるサイズです。本当なんか直感的にこう掴みにいける感じがします。本当なんか親指と人差し指の延長みたいな、そんな感触ですね。爪がちっちゃくて手じゃ押せないんで、マイナス必須です。おお、簡単。カプラ外すのもかなりいい感触です。どうもこんにちは、そうやです。はい、今回もですね、また工具紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介する工具は、ワールドインポートツールさんから販売されているオリジナル工具をご紹介させていただきたいと思います。というわけで今回ご紹介します工具はこちら。はい、ドン。おお、ちっちゃい。もうちょっと寄りましょうか。はい、というわけで今回はこちら、ワールドインポートツールさんから販売されているマルチアングルクイックツールというものになります。こちらの工具はですね、カプラー、クリップ、ホースバンドなど、まあいろんなものをですね、掴んで取り外す、もしくは掴んで作業をするっていうための工具になります。まあ、いわゆるピンセットとかラジオペンチにちょっと近いのかもしれません。例えばカプラーなんですけど、車両のね、カプラーとか外すときって皆さんどういう風に外されてますか？私はですね、いつもカプラー外すとき、左手でカプラーを持ってマイナスドライバーをカプラーの爪のところに差し込んで、そして抜きます。両手で作業してます。多分ね、そういう風に作業されてる方、まあ多いとは思うんですけど、こちらはですね、そういうカプラーをですね、抜くときに片手で外すことができる、そんな工具です。まあ他にもですね、これね、ちっちゃいくせにすごく硬い部品、そういうものを、まあ、作業するときにですね、指先に力を入れて、あ、指先痛くなったわっていうこともなくなるわけです、この工具を使えばね。というわけで、早速ですね、こちらの工具、いろいろね、ちょっと見ていきたいと思います。まず本体サイズはですね、全長 130mm、手のひらに十分収まるサイズです。で、本体はですね、スチール製で重量 62g とめちゃめちゃ軽いです。一応ね、チェックしてみましょう。ちょっと手頃なとこにね、マグネット系のものがあったんで、あー、くっつきました。はい、しっかりね、スチール製です。で、こちら爪の先端幅は 5mm とかなり細い。こう見ていただいたらわかるかな。はい、かなり細いです。そして先端はですね、ストレートではなく湾曲しておりまして、物をつかみやすい形状になっております。カプラーの爪とかは、うまい具合にカプラーの先を回避してですね、爪だけ押せそうないい感じの形状です。そしてこの爪の先端部分と指がですね、接触する部分にはじゃあね、溝が掘られておりまして、滑り止めの役割をしております。本体の、側面にはですね、ワールドインポートツールさんのレーザー刻印がされております。グリップはですね、こう直線的な形状をしておりまして、ちょっとね、硬めのラバーを、採用しているようです。握った感じはですね、まあ本当自然な、ベタつかないし、結構サラッとしてるんですけど、しっかりとね、グリップしてくれるという感触になっております。で、この後端部がですね、ちょっとなんか格子だけ尖ってるんですけど、まあ、握った時触らないので気にならないですね。そしてこちら、2方向にですね、まあ稼働するという形になるんですが、それぞれですね、こちら、締め具合で、まあ、好みの硬さに調整することができるようになっております。握った感じですが、まあ、こんな感じですね。ほんと手に収まる、手のフィット感っていうのかな、この可動部がね、2つあることで、なんかどんな体勢でも作業ができる。試しにですね、これちょっと今ストレートな、はい、状態なんですけど、これギュッと握りますね。こんな感じでギュッと握りました。するとですね、自分の手のひらの形にですね、もう変わってくれるんですよね。次はこうつまむような形でちょっと握ってみました。するとですね、こんな感じで自分の手の形に合わせて、はい、動いてくれます。これね、すごい手の馴染み感がいい。あの、自分の手の延長といいますか、この掴む対象に対して直感的にこう掴みに行ける感じがします。それが親指と人差し指の延長みたいな、そんな感触ですね。で、握ってるこのグリップ部分、手のホールド性といいますか、ほんと馴染みが良くて、自然にこう掴みに行ける感じがあります。で、この口の開きはですね、バネで開くようになっているんですけど、このバネもですね、程よく柔らかいという感じで、指への負担があんまりありません。掴んでみた感じは、まあこんな感じでね、はい、素早くこうやって物をね、掴むことができます。本当になんか指先でどうこうするような感じですね。パーツボックスからネジの山を取ってきました。本当指先の感覚で
これで掴めるんですよ。こんな感じでね、何しようかなーってガサガサ探して、あ、これいいんじゃないのみたいなね。ほら、こんな形状のね、木ネジだって滑り止めの効果で普通に掴めちゃいますからね。はい、というわけで、まあ今ちょっとざっと使ってみた感じはこんな感じなんですけど、早速ですね、まあ車両側のカプラー、まあどんなものが外せるんかっていうのもね、ちょっといろいろ試したりしていきたいので、実際にこれからちょっとこれを使って作業していきたいと思います。はい、というわけで、手っ取り早くですね、カプラーがいっぱいある場所、こちらエンジンルームのですね、いろんなカプラーをちょっとこれで外していきたいと思います。あ、ちょっと抜きやすそうなやつがある。これ O2 センサーのカプラーですね。はい、じゃあちょっとこれ抜きます。よいしょ。はい、こんな感じでカプラー抜けました。この爪もね、まあ指で外せないことないんですけど、結構硬いんでね、指先痛いですけど、このマルチアングルクイックツールを使えば指先を痛めることなくスムーズに取り外しができると。よいしょ。ああ、一応外せますね。この車両側についてる場合はちょっとやりにくいかもですけど、これぐらいだったら全然外せます。はい、今度はですね、ちょっとウインカーのカプラー、これですっごいちっちゃい、爪がちっちゃくて手じゃ押せないんでマイナス必須です。これやってみますね。おお、簡単。一応ね、こちら爪自体はですね、まっすぐ挟むことはできないです。なんで横から押す形にすると、ね、スムーズに抜けました。この先っちょのね、幅が、カプラー外す時に、まあ、種類によっては気になるかなと思ったんですけど、横から挟んでしまえばね、何でもいけそうですね。まあ、カプラー外すのもこれかなりいい感触です。こちらホースバンドのクリップもですね、これで外してみたいと思います。あ、全然いけますね。これちょっと握力はいるけど外せます。これね、手じゃ絶対無理なんでいけますね。これこの大きさのクリップはエンジンルームいっぱい使われてるんで、いつもね、ペンチとか使って外してたんですけど、このクイックツールでも十分外せます。しかもペンチとかよりね、こうスッと掴めるし、これめっちゃいい感じですね。というわけで、今回はこちら、ワールドインポートツールさんのマルチアングルクイックツールをレビューさせていただきました。で、カプラー外す工具もね、まあいろんな製品出てるんですけど、やっぱみんな掃除で結構大きいんですよね。ですけどこちらは手のひらに収まるサイズで、なおかつ指先2本で作業ができるというものになりますんで、比較的とっつきやすい、そしてポケットにとりあえず入れておこうっていう気になる工具です。この手なじみと使用感はですね、ぜひ一回ね、皆さん手に取って、実際体感してみてほしい工具だなと思いました。はい、というわけで今回の動画はここまでになります。またこんな感じで工具の紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしければまたご覧いただけると幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。